西側のクラインマッターホルーンからの眺めブライトホルンは、スイスとイタリアの国境にある、ペンニネアルプス山脈の山。標高4164メートル。マッターホルンとモンテローザのおよそ中間、テオドル峠の東のアルプス主系に位置する。大部分は氷河に覆われ、主砲の東側に、中ブライトホルン、東ブライトホルン、ブライトホルンツビリンゲ、ロッチャネーラなど、 いくつかの含み根がある。手法はしばしば西ブライトホルンの名で区別される。最も近い村はバレー州のチェルマットとバーレ・ダオースタ州のアヤスである。アルプスの4000メートル級の中では最も登りやすい山とされる。チェルマットから登山道の起点である3820メートル地点までクライマッターホルンのケーブルカーで行けるためである。イタリア側の標準ルートは 35度の雪の斜面を登るまで氷河の高原が続く。しかし、慣れていない登山者が、雪肥や悪天候に遭遇すると、厳しい困難に直面する場合がある。さらなる挑戦を望む熟練した登山者には、ブライトホルンの尾根を半分トラバースする選択肢もある。1813年に、ヘンリー・メイナード、ジョゼフ・マリー・クッテ、ジャングラス、ジャンイコール・バプティスト選ん・エラン。 ジャンジャックエランが初登場した。2019年8月24時間テレビ42内で土屋太鳳、大鳥が生中継での登山挑戦することが発表された。ありがとうございます。